日本東京都墨田区菊川菊川は東京都墨田区の地名で旧本区にあたる本所地域内である。現行行政地名は菊川1丁目から菊川3丁目。郵便番号は130の 0024? 本所南部エリアにおいて昭和期に地下鉄が整備された数少ない場所であったため公共交通の要所として発展していった。旧本塾内では 住民にとって馴染み深い本所の名を、本所菊川のように鑑賞する習慣が根強く存在する。本所地域の南端に位置し、江東区との草境にあたる。江戸時代初期は、本所南横堀と呼ばれた。元公陽山ご掃除の者の,の廃領町屋敷があったが、1683年、青山に大地を与えられて、青山六県町と称し、南横堀は中間。 小人に配慮された。1696年町屋となり、菊川町と名付けられた。1764年より、現在の3丁目に、長谷川信ぶが居住し、後に、東山影元の下屋敷となった。菊川町は、元大横川沿いに南北に細長く広がっていたが、1933年区画整理により、西側の徳江門町。 林町の一部を統合、北部を建川に譲って、菊川一丁目から三丁目に編成され、東西に長い町域となった。1967年そのまま住居表示を実施して、現在に至る。町名の菊川とは、町西方に流れていたという川の名に由来する。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。